皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手の活躍と妻の田中真美子さんを取り巻く環境についてより詳しく掘り下げていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。4月17日に行われたナショナルズ戦では、大谷選手が4打数3安打1盗塁と絶好調ぶりを見せつけました。打球速度の速さは今シーズンも健在で、メジャートップクラスのハードヒッターぶりを発揮しています。開幕から31試合ですでに31安打を放つなど、安定感のある活躍を続けている大谷選手。試合後の取材に応じたロバーツ監督は、大谷はファンタスティックだった、とても良い仕事をしたと思うよ、良い投手ら相手にね、ストライクゾーンをうまくコントロールし、実際にゾーンに入ってきた時には強く打ったと絶賛のコメントを残しました。メジャーの舞台で躍動する大谷選手、日本中がその活躍に熱い視線を注いでいます。しかし、そんな大谷選手を支える妻の真美子さんは複雑な心境を抱えているのかもしれません。大谷選手を長年支えてきた通訳の水原一平氏が不正送金の容疑で突如解雇されるという衝撃的な出来事があったからです。入籍したばかりの真美子さんにとって、水原氏の妻は頼れる数少ない日本人の先輩夫人でした。慣れない土地での新生活に不安を感じることも多かったでしょう。そんな中、心の拠り所だった水原氏の妻を失うことになり、真美子さんのショックは計り知れません。とはいえ、真美子さんが暮らすロサンゼルスは日本人が生活しやすい環境が整っているようです。リトル東京の名で知られる日本人街には、日本語が通じる店舗が軒を連ねています。英語が得意でない真美子さんでも、言葉の壁に悩まされることは少ないでしょう。生活必需品の調達にも困らないはずです。日系スーパーやレストランも数多くあるため、食事面での心配もなさそうです。ドジャースタジアムに出店した築地銀だこは、本場の味を再現したたこ焼きを提供しています。球場グルメとして人気を集める一方、真美子さんにとってはほっと一息つける空間になっているのではないでしょうか。ふるさとの味は異国の地で過ごす彼女の心を癒してくれるはずです。また、最近の大谷選手は私服にも変化が見られるといいます。黒や白を基調としたモノトーンコーデが増えているそうで、真美子さんの影響を指摘する声もあります。大谷選手は以前、チームメイトからファッションセンスが最悪といじられるほど、おしゃれとは無縁の男でした。それが妻ができたことで少しずつ変化しているのです。奥様の好みを取り入れようと努力する姿はとても微笑ましいですね。大谷選手はロサンゼルスとハワイに不動産会社デコピン社の拠点を置いています。新居の建設も着々と進んでいるようで、真美子さんの意向を汲み取りながら、二人の理想が詰まった住まいが完成するのが楽しみです。メジャーの最前線で戦いながら、オフには家族との時間を大切にする、そんな大谷選手にとって妻の存在は欠かせません。真美子さんは夫を精神面でしっかりとサポートしているのでしょう。プロ野球選手の妻は華やかなイメージがあるかもしれません。しかし、真美子さんのように陰ながら夫を支える女性も数多くいます。慣れない海外生活で言葉や文化の壁に悩まされることも少なくありません。不安を抱えながらも夫の味方であり続ける真美子さん、そのけなげな姿勢には心打たれるものがあります。大谷選手は結婚後、変わったねとよく言われるそうです。照れくさそうに、そうですかねと返す彼の表情からは、充実感に満ちた日々を送っている様子が伝わってきます。野球に打ち込める環境を真美子さんが整えているのかもしれません。お互いを思いやる夫婦の絆は年月を重ねるごとに強くなっていくのでしょう。メジャーリーグの最前線で戦う大谷選手、その活躍の裏にはいつも真美子さんの存在があります。表舞台に立つことは少ない真美子さんですが、夫を支える献身ぶりは多くの人の共感を呼ぶはずです。結婚生活をスタートさせたばかりの大谷夫妻、アスリートとしての使命と家庭の責任、時にはぶつかり合うこともあるかもしれません。それでもお互いを思う気持ちがあれば乗り越えられない試練はないでしょう。世界最高峰の舞台で躍動する大谷選手と彼を陰で支える真美子さん、日本中が
2人の歩みを温かく見守っています。アスリートを支える妻の献身ぶりについて皆さんはどう思われますか？選手の活躍は家族の理解と協力があってこそ実現するものだと思います。夫婦で一つの目標に向かって頑張る姿はまさにチームの強さを感じさせますね。大谷選手にとってマミコさんは唯一無二の存在なのでしょう。ただいまと家に帰れば笑顔で迎えてくれる妻がいる。そんな幸せな日常が大谷選手の原動力になっているはずです。今シーズンも大谷選手のさらなる活躍が期待されています。世界に誇る二刀流の才能を存分に発揮してもらいたいですね。一方でマミコさんには夫を陰で支える強さを持ち続けてほしいと思います。野球界のスーパースターを夫に持つマミコさん、メディアの注目を集めることも多いでしょう。プレッシャーを感じる場面もあるかもしれません。それでもいつも変わらない笑顔でいてほしいです。そんなマミコさんの姿が大谷選手にとって何よりの支えになるはずですから、これからも大谷選手とマミコさんの歩みから目が離せません。メジャーの舞台で二刀流の才能を輝かせる大谷選手、一方家庭では献身的な妻として夫を支えるマミコさん、その2人が織りなすチームワークは多くの夫婦の目標となるでしょう。今日は大谷選手とマミコさんにスポットを当ててみました。二人の新生活に幸多からんことを心から願っています。大谷選手とマミコさんの微笑ましいエピソードについて皆さんの感想をコメント欄でぜひ教えてくださいね。さて、大谷選手とマミコさんの新生活を語る上で欠かせないのが愛犬のデコピンの存在です。大谷選手がマミコさんとの交際をきっかけに飼い始めたと言われるデコピン、名前の由来はマミコさんのインスタグラムのアカウント名なのだそうです。大谷選手は以前から犬好きで知られており、実家でもペットを飼っていました。しかし本拠地を離れて暮らすメジャーリーガーにとってペットを飼うのはハードルが高いもの。それでもマミコさんとの生活をスタートさせたことで愛犬を迎え入れる決断をしたのでしょう。大谷選手にとってデコピンは家族同然の存在なのかもしれません。ただいまと家に帰ればマミコさんとデコピンが出迎えてくれる。そんな温かい日常が大谷選手の心を癒しているはずです。愛犬は飼い主夫婦を感情面でつなぐ大切な役割を果たします。喜怒哀楽を共にすることで夫婦の絆もより深まっていくでしょう。メジャーリーグの選手にとってシーズン中は家族と過ごす時間が限られています。それだけにわずかな時間を大切にしたいと思うもの。大谷選手もマミコさんやデコピンとの何気ない日常を心の支えにしているのではないでしょうか。大谷選手はインスタグラムにデコピンの写真をたびたび投稿しています。愛犬への愛情がひしひしと伝わってきますね。ファンの間では大谷選手の活躍だけでなくデコピンの近況報告も楽しみにしている人が多いようです。メジャーリーガーという特別な存在でありながら愛犬家としての一面を見せる大谷選手、親しみやすさを感じさせる投稿はファンとの距離をぐっと縮めてくれるはずです。最近では大谷選手とマミコさんがデコピンと一緒に写った写真も公開されました。夫婦揃って愛犬を抱っこしている姿はとても微笑ましいものでした。大谷選手にとってマミコさんとデコピンはかけがえのない家族なのでしょう。シーズン中は野球に集中するために家族と離れて暮らさなければなりません。それだけにオフシーズンは大切な時間を過ごすことができるはずです。デコピンとの触れ合いは大谷選手の心をリフレッシュしてくれるでしょう。愛犬の無邪気な姿に自然と笑顔がこぼれるはずです。一方マミコさんにとってもデコピンの存在は大きいと言えます。夫が不在の寂しさを紛らわせてくれる心強い味方なのではないでしょうか。メジャーリーガーの妻は夫の活躍を喜ぶ反面、常に別れを意識しなければなりません。シーズン中は家で一人で過ごす時間が長くなります。そんな時愛犬の存在は心の拠り所になるはずです。マミコさんとデコピンが過ごす時間は大谷選手にとってもかけがえのないものでしょう。愛する妻と愛犬が自分を待っていてくれる、その思いが大谷選手の原動力になっているに違いありません。大谷選手とマミコさんはデコピンを通じて互いの絆をさらに深めているのかもしれません。
愛犬を介してお互いの思いやりや優しさを再確認し合っているのでしょう。そんな大谷夫妻とデコピンのスリーショットを見るたび、幸せなオーラを感じずにはいられません。家族のためにベストを尽くす大谷選手、そして夫を支えながら愛犬の世話にも心を尽くすマミコさん、理想の家族像と言えるでしょう。大谷選手とマミコさん、そしてデコピンの3人が織りなすハーモニーは今後も多くの人を魅了してくれるはずです。ところで大谷夫妻が暮らすロサンゼルスではペットを連れての外出も盛んだといいます。大型犬が多いアメリカでは愛犬と一緒にショッピングを楽しむ姿もよく見られるそうです。もしかしたら大谷選手とマミコさんもデコピンとお出かけを楽しんでいるかもしれませんね。リードを持つ大谷選手、そして隣で微笑むマミコさん、愛犬と共に歩む姿を想像するだけでほっこりとした気持ちになります。大谷選手にとって野球もプライベートも全力で取り組むべきものなのでしょう。グラウンドでは二刀流の才能を遺憾なく発揮し、家庭では理想の夫、そして飼い主としての顔を持つ、そんなバランス感覚も大谷選手の魅力といえます。今シーズンも大谷選手の活躍から目が離せません。二刀流という特殊なスタイルを貫く彼の姿勢は世界中のファンを魅了してやみません。一方マミコさんには変わらぬ献身で夫を支え続けてほしいと思います。メジャーリーガーの妻として時には孤独や不安に向き合わなければならないこともあるでしょう。それでも夫を信じ前を向いて歩んでいく強さを持ち続けてください。そして大谷夫妻を結ぶ大切な存在であるデコピン、今後も2人の心を癒し絆を深める役割を果たしてくれるはずです。大谷選手にとってマミコさんとデコピンはかけがえのない家族です。その家族を大切にする姿勢こそが私たちに感動を与えてくれるのだと思います。大谷選手とマミコさんの新生活はまだ始まったばかり。これから先2人の前には様々な試練が待ち受けているかもしれません。それでもお互いを思いやる気持ちがあればどんな困難も乗り越えられるはずです。野球界のスーパースターである大谷選手、そして彼を陰で支える献身的な妻マミコさん、2人の歩みはこれからも続いていきます。日本中のファンが大谷夫妻の幸せを心から願っています。グラウンドで躍動する大谷選手の姿を楽しみにすると同時にマミコさんの笑顔あふれる日々を祈らずにはいられません。大谷選手とマミコさんの新生活について、そしてデコピンとの微笑ましいエピソードについて今日は詳しくお話ししてきました。メジャーリーガーを夫に持つ一人の女性の喜びと葛藤、そして夫婦を結ぶ愛犬の存在、二人の歩みを追うことで改めて家族の大切さを感じずにはいられませんでした。皆さんは大谷選手とマミコさんについてどんな印象を持たれましたか？二人の新生活に思いを馳せ温かく見守っていきたいですね。そしてアスリートを支える家族の存在についても考えさせられるお話でした。選手は一人で戦っているわけではありません。それぞれに支えてくれる大切な人がいるのです。私たち一人一人も周りの人への感謝を忘れずに過ごしていきたいものですね。今日のお話が皆さんの心に残る何かを届けられていれば嬉しく思います。また大谷選手とマミコさんの今後の歩みにも注目していきましょう。2人の新生活はまだまだこれからです。メジャーの舞台で躍動する大谷選手、そして献身的に夫を支えるマミコさん、その2人を温かく見守り続けていきたいと思います。長時間のご視聴ありがとうございました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。